女性の対決ですね。さあステージ出演ね、ポケモンスタジアム2。ファルデの方が、機動力上回っていて、小ジャンプですね、最低空浮遊じゃない、小ジャンプとか大ジャンプからの、浮遊、空下による差し込みを狙う、ピーチの動きに対して結構強力なね、縦の判定、杖の判定等をぶつけていけるので、まあ、デイジー側としてはちょっと接近するまで一苦労という感じですが、コンボ体制自体はね、そこまでパルテナ側も恵まれた性能を持っているというわけではないので、一度捕まえた時のデイジーの火力に注目したいところですね。なんかいきなり同性さんが出ました。同性さんを持ってオート照準で待っていく、ハブ抜いて、もうなんか土星さんを盾にするような動きから土星さんを除去しましたね。これは奪われないように、お、そう、なお実況です、なお実況です、これ今ねちょっと実況席だけね超豪華なソファーがあるんで、そこにねこう2回戦待ちの選手たちが座ってるんですけども、はい、ちょっと僕だけそこで空気を読まずにね一人で画面に向かって喋ってるという、そういう格好でございます。圧倒的に守りの硬さを見せて、あ、全然大丈夫だからね、喋ってて全然喋って大丈夫だからね。ああ、なんか好き勝手喋ってもらっても大丈夫ですよ、好き勝手いいですよ、好き勝手いいですよ、もうこれ、そうそうそう、これ回してもらってね。どうですか、さっきね久しぶりに対面するとこのファイター強くねみたいな話で盛り上がってたそうですけど、シュートンさん、え、ちょ、一緒喋ろう、この緑の女の今3人いるんです、そうそうそういやいやいや、ウェイキーみたいな、ウェイみたいなワンマイクの近くないいやいやいや、多分もう持てる今ね、一本のマイクをねこう3人で回して喋ろうみたいなね、一人じゃ恥ずかしいまあ、パルテナっていうファイターね、めっきりこうアップデートを経て数が減ったわけですけども、それでもね依然強いよねという、いやー強いですよね俺にマイク向けてシュートンが喋る、お前がマイク持ってんだからシュートンが喋ってくれるのかと思ってよ、いや強いですよねそう、え、それだけいや試合してるからさ、わかんない試合なんか僕がね結構フォーマルな喋り方しちゃってるからあれかもしれないですけど、全然見たまんまの感想とかね喋ってもらっていいんでね、そこのねなんかこう、カードどう思いますか、シュートさん、え、わかんない、え、脳内だとパルテナ有利そうだね、脳内だとパルテナ有利、すごいわかる、うん、以上空中でねお互い攻めたいっていう関係上、空対空で強い技を持ってるのはパルデナなんで、それもカブトレインされたら不利、そう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 、だからやっぱねダメージレースの速度的なね意味でね、はい、そうですよね、パルデナはちまちま積み立てるタイプで、デイジーは爆発するタイプっていうことで、スティーブもしかしてこのキャラ、このキャラカブトレインって何から指導するの、カブじゃない普通にかな、基本はクメナから行くのか、クメナから行けたらね結構シールドから無理くりみたいな展開もありそうですけど、よく分かってないんだよカブトレインの指導、確かになんか生でカブ食らってからカブトレインされることが多い気がする、うん、なかなかこの動き回るパルテナにカブ当てるっていうのは難しそうですけどね、まあ、崖は確かにちょっとパルテナ弱いからテレポートが終えるかどうかちょっと怪しいですけど、崖弱いのかな、詰めていけたらそうでもないですか、いや崖は、まあ、パルテナですか、うん、まあ、崖はやっぱテレポートがあるんでね、ジャンプ上がりからの展開は作りやすいファイターなんじゃないですか、はいはい、強キャラはみんなジャンプ上がりからの展開作りやすいですけどね、うん、なるほどおこれ書き読みなんですか、いやもう結構ギリギリで試合もう終盤ですよ、もうね試合もう大詰めですよ、これカード感を喋ってる間にちょっと今なんか空上から株投げで大きな火力に言われましたね、地上からそんな犠牲手段ないからね、ピーチ復帰投手もあんまされないだろうから、まだ全然五分じゃない、もうもはや
らしいです。右から左だもんねこれね。これ大丈夫、さすがに知ってた、さすがに、ラインゼロだもんね。もうこれ面白いからさ、パセリマンが2人になんかパス回して喋る形式にしない。メインパセリ、そう、ツッコミ役、ちょボケ兼解説役みたいなね。ボケなんだ俺。ボケ倒してるからさっきから。いやでもそっか、どうせ後半オムさんが全部やるから、ちょっとだけじゃあ、 あのシュートンザクレのツッコミ役として、はい、ちょっとだけ喋らせていただきますけども、ボケじゃないけど。いマジか。ありません。まあ、しゃべるやつしかこのソファに座っちゃいけないらしい。なるほどね。俺たちいつもね、このソファあっちにあったからそこで休憩してたのに、今回はそう、 あっちのやつなくなったのか。いやでもどうですか、この1戦目を見て、いやなんか感じること一言あれば。何も感じない。いや感じることはやっぱ投げ場は強いなという。パルテノン投げは結局あれですよね、あの、うん、投げ掴みが弱くなっただけで後ろ投げ全く弱くなってないから、クソ強い後ろ投げ。 それはありますよね、距離だけでしょ、うん、その場掴みの。そうそう、だ投げ場は普通に強い。ステージスマムラですけど、でももう87、スティーブ。最近のキャラはそのいわゆるスティーブ・ルイージ族っていうかね。そうね、ワンタッチ 80% 多いですよね、稼いでくるキャラ。平和の火力、あの既存キャラもそうだよね、 DLC に限らず。そうドクターマリオとかもなんならそう、ドクターマリオは違う、ま、近距離最強だとなんか、うん、その一族に見えちゃう。あそうそうそう。これ今どうすか、うん、ああもう気まずいやつ、これ狙ってなさそう、うん、ね、クーエヌ出してたから。最近でも狙って踏むプレイヤーがいるから。そうバナムとか。バナムシュートもよくやってる印象ある。俺はバナムから教えてもらって踏むようになったから、はい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 、コピーした。強いですよね。強い、メテを当てるより簡単というか、簡単ではないか、まあ、そういう状況があったら踏んだ方がリターン高いっていう。実質メテを、うわ、崖で殺しきましたね。あれは下からテレポートしたからか。はいはいはい。これは？お、今なんかねスティーブが始まりそうな。言えてでもあれですよね、ライン必要だよね、やっぱ横に運ぶから。スティーブに、おーこれラインなかったら逆に横に運んで撃墜とかワンチャンありそうな。わかんないけどコンボルートは空下クーマみたいなのがね。そうそうそう、なんか横 B とかで締めてなんかありそうな。うまい。これもう死んじゃいますか、パルテの意味合いで。やばい、あ強い、ジャンプ上がりからの強い、ジャンプ上がり。テレポートいいなって思うな、こう見ると。オリマーにつけます。オリマーにつけたら。事件でしょ。いいの。よくないです。俺は欲しいけどな。多分崖で殺しきりましたね、ミキさんが。うん、いやー硬い。これは？あ、あ。どうする？ガクレ乗る？多分なんか今。オムさんでいいんじゃない？はい。まあね、シュート選手が喋ってるんで。どうしたんですか？どうしたんですか？え？いやシュート選手が喋ってるんでね、こう変わる変わるマイク、喋ってる人変わりますけど、シュートはもう世間話をするだけでいつも試合の解説はしてくれないので。いや、わかんないんだよ。わかんないの。わかんないのか。仕方ないわ。それなんか世間話の延長線上でなんかシュートさんにこのカードの話聞けばいいんじゃないですか。なんかでもわかるけど言葉出てこない。わかるからわかる。はいはいはい。でもさっきのってこうだって今度はパルテナが来そうだよ。本当だって、まあ、狭いステージだからゴーってね。持続が長いね。本当ての持続が長いって感じだ。長い。いいですね、狭いステージだからさっきより捕まえる回数が増えてダメージ出してっていう感じですかね。まあ
スティーブ一族ね。でもなんならスティーブたちの方がちょっと後追いですけどね、これね。確かに。で、デイジー元祖みたいなところ。このカードってなんかどっかでさっき梅村かなんかで。ああ、この二人自体がみたいな。うん。さっきの僕あのね、あのどこかの動画見ればわかると思うんですけど、うん、僕本当に記憶力に自信がなくて。そういえばそうだった。そう。これ知らないのってちょっと思ったけど。そう。人。他の人より試合数いっぱい見てるからそうなのかなと思って。優しいな、シュートは。シュートは優しいな。いや、絶対そうでしょ。いや見てる試合が多すぎるから。もうやめて。もうやめて。めしめになるから。シュートの選手、ケア、ケアですか？いや、ケアじゃない。なんでわからないか考えたらそうなった。わぁ、大変だ。炭酸がホモラシオムナオトになっちゃった。ショモラシとか言ってる場合じゃないですよ。しちゃいましょう。カロスさん、カロス出てくるんですね。ね、意外ですね。結構まあ狭いステージに対しては広いステージみたいな感じでしょうか。うん、シュートさんにタオルを貸していただいてしまった。まあ、スマ村と、うん、どこだろう、小戦場でも切ったのかな。あー、拒否ステージがってことですね。まあ狭めのステージ拒否ってっていう結果。これは痛い。おお、うまい。空上からなんかちょっと株投げ入るっぽいっすよね。入りますね、うん、相当猶予長いですからね。硬直がすごい。空指導で大体 30% ぐらい通ってるんですかね。対空でなんか30、40出ちゃうと、ちょっと株投げからね、空前とか、うん、もう一回空上とかね、何でも確定するんで、ちょっとめんどくさそうですね。後ろ障害出して、パルテナ側も復帰のね、結構なんか安定しないというか、デイジーにかかればまあジャンプがなくなって、うん、下からしか帰れない、ね、状況になった場合は、うん、まあ、冬で崖の場所にね、たまと、あ、どまられるとね、はいはいはい、まあ、見てからクエネで簡単に帰れちゃうんで ね、次元タイミングにクエネすると、まあ枠縁とかでね、どかせる状況ならまあ、はい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 、問題はないでしょうね。そうですね、ジャンプがなくなってしまったらっていう感じで、横からテレポートでいいんでしょ。そうそうそう、まあ、そうだ、崖より高い位置で、崖を捕まろうとすると、そうそうそう、ニフレがないよっていう、まあ、前作からそうだよね。ミュウツーはむずいんでしょ、あれ。あ、そうなんだ。なんか聞いたと言われて、なんか身長の関係とかでむずそうですね。あと真横に動くのかな、ミュウツーは。なんかパルテナのテレポートってちょっと下がりません、真横っていうと。確かに、うん、すごいですね、上から振り下ろす一撃でかい。うん、思ったよりビーチ長いからな。そうですね、横方向も縦方向もクッパ2号みたいなのがあるよね。なんかステップとかで避けたつもりなのに意外と、はいはいはい、クッパ呼ばれちゃった。いってらっしゃい、いってらっしゃい。まあ、後ろ足がね、クー前に捉えられるみたいなのね。ありがとうございます、ありがとうございます。本当にシュートいなくなっちゃった。2人でやっていきましょうか。うまい。小野さん的にはこのカードはどうですか。うーん、まあ僕も脳内パルテナ有利派。ああ、なるほど、うん、まあ5分ぐらいなんじゃないかなと俺は思いますわ。まあ、結構いいカードっすよね、そのなんていうんですか、お互いのやりたいことが分かりきってるからみたいな。まあ立ち回りがどちらが有利かと言われれば確かにパルテナかもしれないんだけど、うん、まあ触れた時のリターンがちょっと、そう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 、どうだろうでもね、とか言ってたらリターン高かったけど、台が絡んじゃうとね、とんでもないキャラだったっていう感じ。立ち回りも火力も出ているとちょっとデイジーとしてはタジタジですか。そうね、早くのシェンコ。ふわふわしてるキャラってゼロパワーからクエネループ入っちゃうんだよね、最終段引っかかるだけで。確かに確かに、着手時のポカッと浮く判定で、さあカブないとちょっとね。そうですね、反撃面がねちょっとカブのあったらかなりやりやすくはなるんですけどね。そうそうそう、崩しのプレッシャーも減っちゃうんで、うん、ここをチャンスにしたいですよね。キャッチしてくる、すかし投げ、台があると危ない、気まずいですよね。さっきもポケスタで、まあ、本来確定する場面っていうのは基本的にないんですけどね、うんうんうん、ちょっと台があると、はいはいはい、悪さしますわな。そうですね、ジャンプ暴れはできないから絶対受け身取らなきゃいけなくてみたいなね、うん、そういう展開ありますよね。高山さんね、こう村と町でそういうことするの結構うまいイメージがあったんですけど、よくある展開ですよね。密着状況を空中しろ、これは動き出しか何かかな。まあ、とりあえず振ったところにやっぱ当たってしまう、うん、まあ、しょうがない。
あれってね、やっぱあれに依存するところあるからね、激性最終的にはみたいな。空中に取られ痛い。どこまで立ってもね、付きまとっているよりあの技はあるだけで強い。打点代名詞呼ばれてないですね。激性拒否はできる。しっかりチャンポンゾン株持っていたのでちょっと難しかったかな。株当たったらね、角度がきついんで、警戒の回避でしたけど、その後が難しいですね。テレポートもね、分かってても結構彼のむずいキャラ技なんでね、はいはいはい、特にね、デイジーとかだと速力が足りなくてみたいなのが全然ありますからね。空中前からめくりでプレッシャーかけていく。シュート減ったところにジャンプに刺さるクエネ。あのクエネはもう判定がもうすごいんじゃね鬼ですね。鬼の判定しますからね、うん。やばいのか。確定している、うん、同じ技から同じ技が確定してるってねそれもう無限ループじゃんみたいな感じなんですけど、パーセントが推移するからこそのね、気づいたらパーセントひっくり返ってますよ。逆転しますね。これがこのカードの醍醐味ってところですが、これ大丈夫か。ジャンプがなかったので結構読み合いだったけど、うん、我慢強かったですね。我慢強かったですね。ウエスマ打っていくが判定の外から食えぬ崖狩り。無敵時間が残ってる、うん、ジャンプ上がりに渡るんでね、うん、そのままってところでしたけど、いい選択肢でしたが、ここでも我慢強いな向き。空中後ろ当てて空気差し、苦しい状況。崖はお互い強いんでね、うん、怖いですよね。そうですね、まずはステージ中央を目指しましょうと。というやり取り、空中後ろ発生勝ち。英雄は使ってるぞ。崖奪い、遠くから仕掛けてきたこの男は。まあ、さっき同じシーンでね、はいはい、あの崖奪い空母が間に合わないっていうシーンで、うん、まあ、打ち回避してたんですよね、全く同じ、はい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 、そこでまあもう一度仕掛けて、まあ、打ち回避するだろうっていう感じでしたよね。うん、あの崖奪いでこのなんていうんだ、奪われた側のモーションを狙いんじゃなくて、うん、奪った後相手が動いた先を見てたっていう。そうですね、まあ、デイジーみたいなふわふわしたキャラって崖奪われた後にステージ上まで行けるんですよね。うん、空中軌道が崖奪われた後に反映するんで、なんで今確定しないと踏んで、その後の読み合いをしたっていう、冷静でしたね。